自律神経専門家近くの部屋へようこそ。今日は疲れているあなたに向けた動画です。あなたの疲れを取るためのシリーズ第6弾ですね。今回は今日良かったことを3つ書くっていうのをお話ししようと思います。この今日の疲れは肉体的な疲れというよりも精神的な疲れの方に関係してくるんですけれども、夜寝てる間に脳っていうのは記憶の整理整頓をしてちゃんとこの海馬の方にこう記憶をこうしまっておくっていう作業をするんですけれども、その日にあったことでネガティブなことばっかり嫌なことばっかりが頭に浮かんでいる状態で寝ると、この嫌なことばっかりが整理整頓されてしまうんですね。なのでこれはどっちかというと精神的な疲れを取るために今日一日で良かったことを3つ書く。本当は書いた方がいいんですけれども、書くのがちょっと億劫とか面倒とかっていうことでしたら、布団に入ってから頭に思い浮かべるだけでもいいです。今日はこういうことがあって良かったな、今日はこれ、今日お弁当に自分の好きなおかずが入っていたなとか、今日は朝も寝坊しないで起きれたし、会社にも遅刻しないで行けたっていう、そんなことでもいいです。よかったなって思うことを3つ思い浮かべてから寝る。本当は書いた方がベストですね。でこれ毎日毎日やり続けなきゃいけないのかっていうとそうではなくて、まず1週間やってみてください。1週間今日良かったこと、ちょっとしたことでいいので、良かったなーっていう思うことを3つ書く、書いてから寝るっていうことに取り組んでみてください。ちょっと次の日の朝の目覚めが変わってくると思いますので、ぜひ実践してみてください。今日の動画良かったなと思ったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。